皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、おかぴでございます。私は今宮城県は仙台市におります。で、仙台の冬の風物詩光のページェントをね、今回楽しんでいきます。ただね、毎年ページェント12月に開催されるので寒いんですよね。まあ寒い中ね、こう身を寄せ合ってね、見るとかね、そういうのもいいんですけど、今回せっかくなので普通に楽しむプラス寒さを回避しながらね、楽しめる場所方法はあるのかなっていうのも一緒に探しつつ行きたいと思います。じゃあ会場に向けて歩きます。レッツゴー。あ、会場見えてきましたね。行きます。こちらがね、光のページェントでございます。どうでしょうか。いやね、仙台市の定禅寺通りと呼ばれるストリートでして、で、ここにはね、欅並木、これですね、目の前の木、欅なんですよ、すべて。で、欅の木がずらーっとこの通りに連なっていて、そこに電飾が巻かれていると。この暖色系のね、光なので、とても心まで温まるような感じがして素敵ですね。先が見えない状態なのでね、結構長く続いてるっていうのが伝わるかな。伝わるといいな。ひとまず、そのまま素直に楽しんでみましょうか。定番はですね、この真ん中が遊歩道になっているので、そちらが人気スポットとなっております。これなんでこの辺で立ち止まってるのかと思ったら、ここがフォトスポットなんですね。このなんか体をよじっている銅像もこの通り有名なので、ここと一緒に撮るのかな、皆さん。今度はね、この中央の遊歩道じゃなくて、左側っていうのか、向かって左側の歩道から景色を眺めてみたいと思います。いや、また左右から見ると見え方、景色が違って素敵ですね。あとやっぱり遊歩道に比べるとまだ混んでないので見やすいっていうのもいいですね。遊歩道は左側一方通行でしたね。
あとオフィスビルとか、まあ、このビル の、 あの暗くなってる窓に反射するんですよね。それがまた 見どころですね。左もそうですね。これ反射してるの見えます？こうやってるとガラスにも反射して囲まれているような感覚になりますね、ページェントに。あ、ちょっと遠いですけど向かいのこことか綺麗ですね、このガラス。今消えたの分かりました？カウントダウンがあるんですよ。そう、7時にカウントダウンあってちょっと楽しみにしてたんだよねどこで撮っとこう。ここで撮るか。ここで構えとこうか。じゃあちょっと7時になるまでしばしお待ちください。おお。ちょっとびっくりしてカメラがブレちゃった。すごーい、ドッと歓声が上がりましたよ。あと目の前にこれスマイルデッキってあるんだけど、これ募金300円かなしたらこのデッキの上に登れて、で、あの人混みとかが映らない状態で写真が撮れるみたいです。なんだか私の体感ですけど今定禅寺通りを進んできて、メディアテイクや西公園っていうがある仙台駅から遠ざかった方ですね、来ました。で繰り返すんですけど、体感だとこっちの方がね空いてます、まあ、初日の平日夜だからかもしれないけど結構ガラッとしててのんびり見られるから、ゆっくり楽しみたい人は端っこの方がいいかもしれない。よし、じゃあもう端までねほぼ来たから、こっからはあれ探そう、あのゆっくり見れる、寒さを回避して見られる場所、それを探します。早速なんだけど、定禅寺通りにあるこのメディアテイク、仙台メディアテイクっていう、これだね、目の前のガラス張りのこれ、めちゃおすすめ屋内で暖房が効いてて、でそこからページェントがあの見下ろす形となってね見られるのでおすすめです。上にね市民図書館もあるので本をねペラペラめくるのもおすすめ。個人的にはあのジョジョの漫画が全巻置いてあるのでいいですよ。ライトアップがされてる定禅寺通り沿いにねお店がいくつかあるので、まあ、全部は紹介しきれないけどいくつか見ていきましょう。何があるか。お酒飲みたい人の店を先に探すか。ここなんかいいんじゃない、日本酒。へえ。こんな感じで見えるらしいですよ。この通り沿いの2階とか3階にある居酒屋はよく見えそうですね。の日本酒のお店の上にもありますね、うのさんで、向かい側にもあ
ここが、焼き鳥牛タン、あと上にもイタリアンとかの店があるっぽいですね。他には何があるかな。この通り沿いのお店をGoogle マップなんかで調べてから行くといいかもしれないですね。ただ窓際の席は見た感じ限りがあるので、予約するなら早いうちが良さそうです。で、向かいのこのビルの2階が、ララ亭っていうご飯屋さんですね。上が焼肉屋さんなので、ここもいいですね。ムーディーに決めたい人なんかは、ここのビルの7階かな8階にあるレトロバックページというバーがあるので、そちらなんかおすすめですね。木を見下ろす形になるので、なかなか素敵な雰囲気になるんじゃないでしょうか。とね、お酒が飲めないよという人もいると思うので、そういう方は例えば今ね、ご飯屋さんと焼肉屋さんが入っているビルの1階がねカフェベローチェなので、ここだったらコーヒーを飲みながらね眺められていいかもしれません。であとはね、の通りを進んでいくと、確か松屋が入っているビルの隣ですねにガネーシャという紅茶のお店があるので、はい、そちらもおすすめですね。あとちょっと予想外の場所としては、通り沿いのセブンがあるんですけど、セブンのイートインスペースが真ん前でめちゃくちゃ見やすいんですよ。なので、ホットコーヒー、コンビニコーヒーを買ってちょっとだけ休憩するっていうのも、それはそれでありかもしれないですね。あとね、モスバーガーもあるので、モスバーガーのこの窓側の席なんかはねいいかなと思います。割とねモスバーガー空いてるんで、おすすめかもしれない。まあそんな感じでね、本当にざっくりとしか説明してないですけど、まだまだ飲食店ありますので、気になる方は調べてみてください。予約はね、飲み屋さんとかだったら基本的にしておいた方が安全なので、はい、してみてください。あとね、もう一個ゆっくり見る方法があって、ループル仙台、これバスがあるんです。はい、市内の循環しているバスがあって、そのバスだとちょうど目の前の通りを、左側から右側の方にかけて通過します。なのでバスの中でゆっくり温まりながら見られます。その様子がこちらです。はい、という感じで見られます。ただね、皆さん分かっているので行列ができます。早い時間に行くことをお勧めしますので、仙台駅などにね、仙台駅が始発なので、仙台駅に早い時間に並ぶように心がけましょうという感じですね。はい、おのおの好きな楽しみ方でね、光のページェントクリスマス付近までやっていますので、楽しんでみてはいかがでしょうか。最後まで見てくださった方、ありがとうございます。じゃあ私はもうちょっと楽しみますので、じゃあまたね、バイバイ。